私たちの代わりに。あ、ちょうど文ちゃんが眠りにつきましたね。リバールちゃんはいつもああしてそばにいて、子供のように朝まで泣くのです。なんかシリアスな雰囲気かもし出してる中申し訳ないんですけど、ついさっき一週間に一回記憶消える病気治りました。で、今のアチキは今までの記憶を全て取り戻した、本来の人格の分も弥生ということになります。で、記憶を取り戻したところで早速なんですけど、皆さんに言いたいことあるんですよね。まず山脇さんに言いたいんですけど、両輪のベッドはちゃんと毎日片付けてください。一応一週間に一回記憶が消えた後にベッドの掃除をしてくれてたのはわかるんですけど、今日もそうなんですけど、一週間の最後の方とか食いかけのポテチのカスとか転がってて、マジで臭かったんですよね。今後もアチキと円滑な人間関係を続けていきたいなら、ベッドの掃除くらいちゃんと毎日やってください。あと 31A の皆さんにも言いたいことがあって、多分抜いてないと思うんで 31A を譲ってもらっていいですか。なんか死んだ魚の漁した紫のおばさんに気に入られてるっていう、それだけの理由で現状あなたたちが31A になってるんですけど、6分の5の人間が公園とかに散らばってるダービーとそんなに変わらないレベルの知能をしてる残念な人たちで、死んだ魚を漁した紫のエコスキーおばさんがいなかったら、残るあなたたちってカフェテリアで掃除だけしてるような人間が